はい、おはようございます。シューチャンネルのシューです。ね、すっかり寒くなりました。今日はですね、詳しく、1種類の野菜を紹介するということで、紫色のね、白菜の、成長具合なんかをね、レポしていきたいと思います。前回動画から、結構日にちが経っておりまして、約2ヶ月でね、収穫する種類だったので、もうほぼほぼ収穫間近になってます。こうやって結球もねしてますね。こちら10円の分です。はい。まあ、こうやって見ていただくとね、虫食いは多少割れども、まあ、しっかり大きく成長したということで、なんかね植えてる姿はボタン草っていうのかな、あの観賞用のね、あんな感じです。はい。結構サイズも大きいですね。ミニ白菜、中程度の大きさなんですけど、こちらの方はもう結球してるんでね。もう、取れるとは思うんですけども、あともうちょっとかな。うん。外の葉はね、かいても食べられるような今レベルになってます。色もしっかりついてますね。まあでも、育ててって思ったのは、初期のね、虫の、駆除さえ怠らなければ、非常に育てやすいかなという気がします。うん。皆さんもね、こちらね、近くに売ってあったらぜひ買ってみてください。僕が買った時で苗が120円でね、結構安かったんで、まあ、撤去報告なんで、こんなもんなんですけど、またね、収穫、どうかな、あと1週間ぐらいかな。今ね、日中の気温は12、3度まで、高い時で15度まで上がってますね。でそこで夜間帯がだいたいね、4度とか、2度とかまで落ちるんで、まあ、ちょうどね甘みも増してくる頃かなと思ってます。はい。まあ、こんな感じなんですけど、一つ、失敗です。別動画でね、袋栽培に挑戦ということで挙げておりました。同じく紫色の、白菜ですけど、見ての通り見事に失敗してます。まあ、原因いろいろあるんですけど、まずやっぱ土の量が足りないね。土の量が足りなくてね、まあ、大きく育てなかったっていうのと、あと水分、やっぱ重油じゃないんでね、すぐね水が足りなくなっちゃって、こうしおれてね、カレカレの状態になってますね。まあ、これは失敗ということで、やっぱり袋栽培白菜でやるんだったらもうちょっと頑張れよってことでしょうから、これがね1リッターぐらいの、1リッターか10リッターかな、ぐらいの100円の土だったんで、これが30とか40、50だったらまた結果が違ってくるんでしょうけどね。今回袋栽培失敗ということで、お伝えしておきます。またね、後日は、このように今目の前映ってますけど、ブロッコリーの類とかもね、どんどん、成長してきてますんで、そちらの方のね紹介なんかも、続けていこうかと思います。特にここなんかね、間にわさび菜を植えたんですけど、こうやってすごい勢いで育ってますね。もう食べられるんですけど、なかなか収穫、してなかったりとかして、はい。まあ、こういう状況です。以上、まあ、こんな感じなんですけど、皆さんのところどうですかね。本州の方はもう雪が降って積もったりするから、もう栽培どころじゃないって聞いてるんですけど、今年もね予報では、暖冬なので、九州の方では比較的、収穫が望めるかと思います。はい。以上、シューチャンネルから、紫色の、キャベツの方ですね。キャベツじゃない、間違えたな。紫色の白菜の方の定期報告でした。以上、どうもどうもどうも。